せーの、オーマイ塾上。オーマイ塾上。メシダ、ジョークスアバウトジャパン。When you think of Japanese idols, you probably picture teenage girls. But right now, there is an idol group gaining attention, GOJIU, which features members that are over 50. They are even borrowing their name from the popular group NiziU. I'm a bit worried they might get sued for that. But today, I'm interviewing some members of GOJIU. If you stick around until the end of this video, you'll get some amazing info that mature fans will totally love. メシダ皆様こんにちは。今日はスペシャルゲストをお招きしております。今話題の熟女アイドル GOJIU の皆様です。ありがとうございます。私たちはアラフィフアイドル GOJIU ソレイユルミです。素晴らしいですね。皆様一人一人にちょっと自己紹介ですねしていただきたいと思うんですけれども、はい、ちょっと年齢が高い順から。メシダ君何言ってんのよ。あ、ダメっすよ。アイドルに年齢聞いちゃダメよ。失礼いたしました。私たちは永遠のフォーエバー15よ。メシダ。大胆不敵な自由人、メンバーカラーは赤。強固です。何かを始めるのに遅すぎるということはありません。みんなを笑顔にしたいと思っています。はい、皆さんこんにちは。私はララと申します。メンバーカラーは白。キャッチフレーズはあざとスマイル小悪魔です。ハウスワイフです。独身、罰なし、子供なし、彼氏なし、ワンちゃん5匹、副業エステティシャン、本業ライフアイドル GOJIU、 ゴッドハンドのピーチ姫、担当カラー桃色ピンク、桃のりです。クーネル踊る、本能系ダンサー、担当カラーはオレンジ時々黒、カオリンです。よろしくお願いします。メシダ。50歳以上の熟女アイドルでの活動を始めたのかというですね、まあ、理由をちょっとお話しいただいてもいいでしょうか。おばさんが明るく元気だと家庭も社会も地域もね、うん、みんな明るくなるんですよ。確かに。でね、更年期とかがあるけど、はい、そういうのに負けないように、はい、おばさんが明るく元気に日本をね楽しくしたいなと思っております。恐縮ですけど、おばさんじゃないですよ、お姉様ですよね。皆さんは、GOJIU の活動をされている本音の部分っていうのは何でしょうか。アラフィフになると暇があるのよ。夫へのストレスですね。目立ちたいからです。刺激が全然ないんですよ、夫とかそういうのも。メシダ。ところでメシダ君、今日は何しに来たの。もちろんこの美しい日本の熟女アイドルの皆様を世界に発信したい。もちろん僕は熟女好きなんですけれども、今日は本当に幸せで。ありがとうございます。嬉しい。って言葉はアメリカにあるの。マチュアウーマンとか、あとはミルフ、ちょっとエロのエロティックな意味でマザーアイドライクでファックで、だからちょっと変なんですよね。こうファックしたいお母さんみたいな。そうなの。わかんないから。どうしよう。見てるんですよ、みんなミルフ好きたちが海外から。嬉しいわ。ところでメシダ君、はい、実何歳なの。僕最近ちょっと高くないですけど36歳になりまして。ところでメシダ君、塾女に囲まれてどんな気分なの。オンマイ塾女。かわいい。オンマイ塾女。Thank you very much for watching this video. If you want to watch the unreleased scene, please become a member of my Patreon. メシダ。10代のアイドルにはないアラフィフね、熟女アイドルの魅力というか、熟女の魅力というのはね、一体何でしょうか。熟女の熟っていう漢字は、フルーツで言うと青いフルーツではなくて熟している。腐る前と売れているという食べ頃ね、食べ頃。やっぱり50代っていうの一番こう熟して、おいしい、美味しい、確かにいい匂いがしてきました。ちょっとなんかありがとうございます。50代おいしいのよ、機会があれば。ララさん、魅力とは何でしょうか。私は人妻なんですけど、
人のツナ、誰かに取られるっていう、そういう感覚ってどう思いますか？欲しいと思いませんか？エロいですね、やっぱどうですか、私イケメンですよ。本当に手を出したらどうなっちゃうんですか？しちゃいたいの泥沼にハマっちゃうわよ。いいの、それでも。お板はダメよ。どうやるの？あー、最高。頑張れば、やりやすそうなところかな。小野さん、来週末、僕とデートしてもらってもいいですか？おや、何言ってるの？私とデートするなんてお金もかかるし、100万円入れないのに。やっぱり若い頃から、うん、家事、育児、掃除、洗濯、うん、たくさん家のことをやったり、はい、家族のために動いてきたりして、はい、そういうところがまたいい魅力になってるじゃないですか。見てください、このフラー、もうあーセクシーですか？あーちょっと触っていいですか？ちょっとお話しいただいて、すみません皆さん、代表していかせていただきます。これが美熟女の身の手なんですよ。ちょっと今やろ。あーやわらかい。オーマイ熟女。メシド、今日はですね、私の方で事前に熟女好きにアンケートを取っておりまして、どんな熟女の仕草、口癖が美しいかということで、西田君はどんなのが好きなの？じゃあどんな熟女の仕草が好きなの？いや、もう私はですね、うん、皆様のような美しい熟女様たちがですね、こう髪をこうかき分けた時に見せるうなじがですね、そんなことなの？まず一つ目、熟女の皆様ですね、うん、結構思ったことを口にする習慣がありますよね。やはりオフィスなんかで熟女の、ね、同僚の方が突然、うん、あ疲れたなって言ってこう、うん、ストレッチをさりげなく、うん、ちょっとなんかちょっと色っぽい吐息を吐きながらあってやるところにあるんですね。熟女好きというのはですね、ちょっともうハマってるわけなんですけども、ちょっと皆様に再現してくれてもいいでしょうか？疲れた。大丈夫。ごちそうさまです。ありがとうございました。ああ最高です。疲れた。こう立ち上がるときにさりげなくこうよいしょみたいな。よいしょ、ね、それはなんか年取った人はよいしょっていうなんかありますけれども、やっぱ熟女、美しい熟女がこうよいしょっていうところにですね、我々熟女好きはですね日々興奮してるんですよ。皆様よろしいでしょうか？はい、どうぞ。順番にお願いします。よいしょ、いいですね。いいですね、ちっちゃい声でのよいしょ。よいしょ、いいですね。なんかちょっと猫ちゃんみたいな可愛らしい声で。よいしょ。一体何をした後なんですか？単独でくねらって。なんか妄想が激しい何かをした後のよいしょですね、バラは。よいしょと。よいしょ。あらあら、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 メシド。坊やたち、私たちアラフィフアイドル50それゆり、会いたかったら YouTube をね見ていただくか、ライブに遊びに来てくださいね。せーの、オーマイ熟女。オーマイ熟女。メシド、ライブ会場行ってきます。頑張ってください。バイバイ。チェリーくんたちを相手にパフォーマンスしてくるわ。あ、中年のチェリーですか？中年のチェリーくんがいっぱいいるの。頑張ってください。ありがとうございました。 Thank you very much for watching. I'll upload the live concert video if you guys like it. Comment a lot.
So please like and comment below and follow your favorite member's Instagram. And don't forget to check out my Patreon. I'll upload an unreleased funny scene. And I'm organizing my solo stand-up comedy show in Tokyo. If you are interested in that, please check out the link below. So see you soon.